空っぽですね。はい、どうも、サスノです。いや、久々ですね。本当に久しぶりです。なんかもうね、2ヶ月、3ヶ月ぶりぐらいですかね、動画撮るのね。なんでこんなにお休みしてしまったかというと、私ね、もう本当いろいろあったんですけど、もう、この度引っ越しをしました。新居に引っ越しました。なのでものすごいね、時間かかってしまったんですね。一応ね、すべての水槽を持ってきました。元いたね、ところからね。なんでディスカスたちもね、元気に新居で泳いでます。まあそりゃね、大変でしたよ。水槽をね、運ぶっていうのはね、なかなか簡単なことじゃないんでね、大変でした。全部で7台かな。大変だった。ちょっと前ぐらいまで、動画もね、絞ってたんですよ。なかなかね、僕ほら生態祭とか水槽をね、また導入したりとか、そういうの結構やりたかったんですけど、まあね、運ぶの大変なのも最初から分かってたんで、なかなかね、そういう動画上げなかったんですね。なんでね、引っ越して落ち着いてきましたんで、ちょいちょいね、落ち着いてきたんで、またちょっとね、力入れてね、バンバン動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でね、引っ越した時にメイン水槽解体しました。フルリセットしちゃいましたね。じゃないとこいつ持ってこれなかったんですよ。で、今この中に入ってた生態たちは30センチキューブに入ってもらってます。まあ、半端ないエビの量でしたね。100匹以上いるかな。もうすごかったです。エビすくうのが一番大変だったわ。本当はね、引っ越し動画とか上げようと思ってたんですけど、とてもじゃないけどね、忙しすぎてちょっと無理でしたね。ネタは考えてたんですよ。こういう風に運ぼうかなみたいなね、ネタは考えてたんですけど、どうもね、ちょっともう無理でした。一応紹介だけしておきましょうか。僕ね、探したんですよ。すごい引っ越し大変だけど、外部でさ、アクアリウム作るときに業者がやっぱいるじゃないですか。ああいう人たちってどうやって運んでんのかなと思って、そういうのいろいろ調べて、専用バケツとかね、買ったんですよ。そのおかげで今回ね、ディスカスとかはね、結構楽に運べましたね。こういうね、なんか蓋付きバケツみたいなやつ、これいうのを買ったんですけど、うちね、元いた場所から新居まで大体まあそんな遠くないんですよ。それだから運べたっていうのもあるんですけど、元気にああやってね、落ちることもなく泳いでるんでね、嬉しいですよ。もうね、ここ何ヶ月か、もう落ち着いたでしょ。でこの空っぽになったね、メイン水槽はね、もちろん立ち上げますよ。そこでね、今新しいレイアウト、どういうレイアウトで攻めていこうかちょっと考えてますんで、それをまたね、動画バンバン上げていきますんで、楽しみにしててください。ちなみにね、メイン水槽に入ってる子たちね、これね、ちょっと辛抱しておくれ。もう少しで入れてあげるからね。こんな感じ。ほとんどね、エビがね、多分このナーナの中にいっぱいいるんですよ。はい、じゃあだいぶ休んじゃいましたけど、これからまたね、精力的に動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあね、短い敬礼です。短い敬礼ってもう安定の神々がよ。まあね、短い動画ですけれど、一応ね、引っ越しのご報告だけね、
させていただきたいと思って撮らせてもらいました。はい、まあ次回からバンバンね上げていきたいと思いますので、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまた。